こんにちは、はい、始まりました。はい、こんにちは。映画のショー、映画のショー、映画のショー、駅前バラの次、ここ商店街、はい、商店街、ね、そこからビューっと来て、あらあら、キューっと、チュッ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 、あ、そこ、この子に、はい、あら、近い、うん、何があるんですか。駅前ですね。どのたこ焼き屋、あ、これ貸しますよっていう話なんですよ。はいはいはい、賃貸ですね。そう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 、月5万円、礼金10万円、月5万円です。貸し店舗、すぐ始められるんですね。そうで、たこ焼きの、こ、あ、これが映画の人の駅ですよ、これね。この駅からすぐやね、これね、歩いてチュッチュッチュッとこ、あ、近い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 、ね、これ、あ、いい感じ、パチンコ屋さんのとこ綺麗になってるんですね、うん、ここら辺懐かしいですか。懐かしいですわ。ふるさとなんでね。ふるさとなんです。ここをあのあれですよ、中の、はい、セット、たこ焼きセット、あら、たこ焼きセット、たこ焼き屋セット、鉄板とか、ね、もうね、明日からたこ焼き始めます、ね、すぐね、すごいじゃないですか。粉買ってきて、粉だけ、生姜買ってきて、たこ青のり買ってきて、たこ、たこ、たこも買わなかった、たこ買わなかったね、ここピュッと曲がってなる、ここまでたこ買ったら、もうね、なるほど、明日からできます、もう今日からできます、へー、うん、ここピュピュピュって言って、ほら、あ、こっちですよって言って、こっち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 みたいな、教えてくれて、おじさんが、そうそう、優しいな、優しいでしょ、映画の人だけ、みんな優しいからね、たこ焼きはこっちですよ、はい、こっちですよ、映画の人ふるさとね、ここ分譲のね、登り立ってますわ、これ、その隣、あ、隣、こっち、ここ、これ、広い広いスペース、いいじゃないですか、そうでしょ、あ、これ、あら、これルーフついてるんですよ、ルーフ、ほら、そうそう、そこでね、食べてもらう、たこ焼き食べてもらう、行列できても大丈夫ですね、そうそう、行列のできるたこ焼き、誰かいますよ、あれ、関西電力の人、電気止めてるだけで、こう、ピュッと入ってること、ほら、中、ちょっと見にくいから、冷蔵庫と、なるほど、業務用冷蔵庫も、中でも食べれそう、ね、中、うん、中は調理場やからちょっと無理かな、トイレ、トイレあって、うん、全部貸してくれて、うん、コンテナハウスやけど設備は充実、コンテナハウス、コンテナハウスで、やってみたくなりますよね、やってみたい、たこ焼きバーいかがですか、たこ焼きバー、いいね、たこ焼きバー、いいね、ガーデニングたこ焼きバー、いいね、いいね、外でも食べれるからね、おかしいいいね、ここでたこ焼き、たこ焼きはすぐ始めます、すごい、たこ焼き美味しそう、そう、だから鉄板も全部ある、まだないけどやってみたい、やってみたい、ね、賃料5万円、月5万円、年金10万円か、5万円安いじゃないですか、十分ですよ、まあ、こんな駅前でね、うん、こんなね、あのチラシあの出してますんで、なるほど、まあ、これから季節ですよ、商売繁盛、はい、お母さん、ガテホンまで、お願いします、